どうもお疲れ様です。2月27日火曜日朝6時の相場解説になります。この放送は FX オリギャル人速稼塾限定動画をご覧の皆様にお送りしております。で、その中で、前回ね、この動画更新の前に FX オリギャル人の方に、2、3時間前に上げた動画なんですけども、その時にはね、値動きっていうのがここにありましたね。で、乖離が随分進んだんで移動平均線の方にくっつくよみたいなお話をしましたけども、その通りくっつきました。で、くっつくと今度は反発が起きますので、赤い線でね、反発が起きることが一番多いんですけども、もうここで反発が起きると判断した方は多少の含み損を覚悟して、今ここから倍に入ってもよろしいかと思います。方針としては再度151円を目指しますよってことなんですよ。で、そもそもね、昨日っていうのはずっと横ばいが続いてましたよね。その中で深夜ガーンと上がりました。この上げ幅が何で起きたかっていうと、住宅販売です。深夜24時、月曜日と火曜日のつなぎ目の24時にアメリカの方で住宅販売のニュースがありましたけども、好調だということで、これがね、円安の方向に加速する、そんな流れになるよっていうのは前からお話ししてた通りですけども、実際そうなりましたね。ですんで、深夜エントリーされた方はその上げ幅を取れたということになると思いますけども、なかなかいないと思いますけどね。で、その後移動平均線からの乖離が進んだんで、価格が戻るよってことで、今150円の半ば、676をつけてるわけですけども、これがですね、またね、151円に向かう流れになるんじゃないかなと。昨日はこの辺りで、つまりは150円の400を中心としたフェーズで推移していたんですけども、今日は150円の676ということで、ちょっとね、価格のフェーズを上げましたよね。で、ここから改めて151を目指しますけども、注意点があります。今日は日本市場で朝から材料が入るんですよ。あと2時間後ぐらいですけども、CPI が来ますよね。国内の消費者物価指数は、多分ね、良くないんですよ。ね、皆さん、消費量って値上げ品目に関しましては、作態を割ってるっていうニュース聞いたことあります？平たく言うと、値上がりした食料品を中心とした、私たちが普段購入する商品っていうのは売り上げを落としてるんですよね。で、値上げをしたから売れなくなった。まさに市場原理そのものなんですけども、そうなると販売業者さんは在庫を抱えて結局安売りしなくちゃいけなくなるんで、販売業者さんも儲からないってことになるんですよ。消費者もお金がないと。ね、販売業者も値引きシールを貼る羽目になるってことで、日本国内はもっともっと貧しくなるってことでね。30年間に及ぶ自民党政治の失敗の連続が本当に深いダメージを残して、もう日本というのはね、このまんま衰退していくしかないのかなと。日経平均株価って上がってますけども、あくまで外国人投資家さんが購入してるから上がってるってことで、日本国内の人が儲かってるわけじゃないんですよ。さらにですね、なんでね、日経平均が上がってるかっていうと、輸出企業が還付金によって儲かってるから。そして円安によって海外に売る商品は好調なんですよ。そういったことを込みでね、海外に商品売れるなんてのは大企業しかないですからね。中小企業は、度重なるダンピングにあって、ものすごく苦しくなっていると。で、中小企業がなくなっても、大企業はよその国の中小企業に発注しますんで、全く困らないっていうね、日本空洞化の構図がもっともっと進んでいくなっていうところですね。いや、ほんとひどい話ですよ。だから余計にね、FX で稼いで個人的に金持ちになって、近所の飲食店でお金をちゃんと使ってあげるとかね、中小企業の商品やサービスを使ってあげるとかしていって、私たちの力で、FX の力でね、日本経済盛り上げていければなと思うわけなんですよね。ちょっとオーバーな話になりましたけど。はい、ということでね、無駄話進みましたけども、8時50分に材料がありますので、9時前後に CPI の動向を確かめて、本当に今日151円を目指せるのか、それとも一旦150円の前半まで引き戻されるのかってことは見極めなければなりません。で、今更になりますけども、ちょっとね、1日足見ていきましょうか。はい、1日足を見ると、上昇トレンドは作ってるんですよね。で、赤いのが随分並んでますから、ここを抜けると151円を大きく超えて介入水域に返り咲くってことになります。ただし、このペースだと介入は152円になっても入らないと思います。前回152円で介入ありましたけどね。はい、そして4時間を見ていきます。4時間はご覧のように横ばいから今抜けようとしているかどうかってことですよね。
昨日見た上昇トレンドはこういうふうになぞることもできます。で、今ダブルトップをトリプルトップに変えてる段階なんですけども、トリプルなんでここをぶち破ってね、そろそろ新たなる上昇局面を作るんじゃないかなっていうところですね。で、改めて1時間を見ていきます。はい、ご覧のように今日は8時半から CPI が日本でありますので、これを見た上で151円に向かってエントリーできるのか、それとも一旦は下の方に落ち込むような数字が発表されるのか、これを確認して今日の戦略に、添えたいと思います。それではね、FX オリガルヒの方は、この CPI の発表があった後にまたね、放送させてもらいますんで、お楽しみに。それではお疲れ様です。